皆さんお疲れ様でございます。この1年本当に一緒に戦ってこれたことを心から誇りに思います。与野党国会対策委員長会談がございましたので、私は与党の皆さんに聞きたいと思います。国会でこの1年にあたってずっと虚偽の答弁をしてきた首相、これを皆さんはこのままにされるんですか。皆さんもその隠蔽に手を貸してこられたんじゃないでしょうか。私も総務省として政治資金規正法、そして公職選挙法、何千万も不記載をして、それで略式起訴ですか。略式起訴になれば裁判は開かれません。本当にこんなことでいいんですか。それどころか黒川さんがいた時にはまさに告発状さえ受理しなかったわけです。彼らはずっと拒んできました。60番が総理のこの正体であるということも最後までとぼけてきました。名簿もない、桜を見る会の名簿はない、もう捨てた、ログはあるだろうっつったらログについても一向に出してきません。彼らが守ってきたのは国民でしょうか。彼らが守ってきたのは民主主義でしょうか。国会で明細書もない、事務所は関わってない、補填もしてない、嘘ばっかり言ってきた、このことが明らかになっても何の行動もしないというのは国会議員でいる必要ないんじゃないですか。国民と国会に嘘をついた、いくらでも嘘をついていい国会だったら、その方々は国会議員の資格がないんじゃないかということを強く申し上げたいと思います。またこの後今井議員が説明をされると思いますが、感染拡大、アジア太陽州の中でも最も厳しいこの状況、これは人災だと思います。そして持続化給付金も家賃補助も多くの皆さんが今を生きるのが厳しくなっています。医療の現場ではもうまさに崩壊している。 13% の医療従事者の皆さんが中程度のうつの症状にあると。それなのに何の対策もせずに国会閉じていいでしょうか。この間ですね、いろんなハッシュタグが出てきました。目覚めろ日本人、もうたくさんだ、もううんざりだ自民党、あの菅内閣が発足して一時的に高い支持率でした。ですから皆さん、国会のこの活動と国民運動と連携していこうじゃありませんか。諦めている、厳しい時、弱い立場にある人たちは必ずしも正しい方を選ぶとは言えないというある学者の方がおっしゃっています。支配や権力を望むんだと、そういうことからするとその構造そのものを私たちがこの国体で、そして立憲民主党、社民党、皆さんともにですね、壊していく、そのことが明るくあったかい日本を作る、その第一歩だと思います。私たち国体は年末年始もございません。月曜日も例の広島の県で追及本部を開きます。ぜひ皆さんと連帯してこれからも頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。終わります。